方向属化合物は、ベンゼンを代表とする環状を不法和有機化合物の一群。炭化水素のみで構成されたものを、方向属炭化水素、環構造に炭素以外の元素を含むものを、複素方向属化合物と呼ぶ。協議には、方向属化合物は、方向属炭化水素と同義である。19世紀頃知られていた方向を持つ化合物の共通構造であったことから、 方向属と呼ばれるようになった。したがって、匂いは方向属の特性ではない。ベンゼン管を有する、管の大きさ、縮合状態、複素元素や、電化の存在などベンゼンとは異なる構造を有する、方向属化合物が多数存在する。以下に、方向属化合物の分類と例を示す。ベンゼンについて、炭素のパイ電子と非極材化方向属性は、 パイ電子を持つ原子が環状に並んだ構造を持つ不法和環状化合物に現れる。その中でも電子規定状態で方向属性を示す化合物は環状のパイ電子系に含まれる電子の数が 4n2 個であるもののみである。このような 4n2 個のパイ電子を有する強約不法和環構造を方向感と呼び、またこの電子数の法則をヒュッける則という。 方向感情のパイ電子は、非極在化し、感情にわたって分布している。また、共役の効率を高めるため感は、平面構造を取る。この時、パイ電子系とは二重結合由来のパイ電子だけに、限定されず、6因環である必要もなく、5因環の方向属化合物も,も数多く知られている。例えば、シクロペンタジエニルアニオンは、アニオンの電子がパイ電子系に関与し、 あるいはチオフェンでは、イオンの孤立電子体が、パイ電子系に関与して、方向属性を表す。このためチオフェンのン原子を参加し、SO とすると、イオンの孤立電子体は、酸素との結合に用いられるため、方向属性を失い、次元としての反応性を示すようになる。非極在電子に由来する時期の遮蔽効果はあたかも、感情の電流が存在するように、 作用するため感電流と呼ぶことがあるが、実際に電子が周回しているわけではない。前述の非極在化という言葉の示す通り、パイ電子は特定の場所にすら存在しておらず、全体として雲のように広がっている。ただ、実際に有機化学反応を考える場合、複数の共鳴器予構造の間で、パイ電子が往来していると考えた方が理解が容易になり、また、それで十分な場合も、 少なくない。方向属性は厳密な定義が存在しない概念であるが上記の通り、構造的な特徴、時期的な特徴、エネルギー的な特徴の3要素が方向属性分子の条件とされている。方向感は他の不法和感構造に比べ安定であると同時に反応性も異なる。例えば、ベンゼンに対して周素は置換反応を起こし、 アルケンなどの非方向属不法和化合物のように、不可反応は起こらない。詳細は、方向属級電子置換反応を参照嗅角置換反応についても、反応点への背面攻撃が困難であったり、SP に炭素の価値音が不安定であったりするため、SN1 や SN2 機構は難しい。詳細は、方向属級角置換反応を参照ヒュッケルソクで説明される。 方向属性のほか、SP3 原子が管に参加するホモ方向属性、管がよじれてメビウスの帯のようになり、4N 電子系が安定化するメビウス方向属性など、非古典的な方向属性が知られる。ありがとうございます。